チがある色使いということが、まあ、一番メインです。そして相性のいい帯締めが必要ですけども、この着物にはとても重要です。品質とか柄とか大きさとかいろいろありますけれども、色、その色が欲しい。こんにちは、伊藤靖子です。今日もスタートいたしましょう。パンチかわいいコーデの帯締めと帯揚げというテーマでお伝えいたします。以前このパンチかわいいお着物とそれから名古屋帯のコーディネートをいたしましたね。そのコーディネートに合わせる帯締めと帯揚げの注意点ということでお伝えをいたします。さて、このパンチかわいいコーデなんですけれども、もうパンチかわいいと言った時点で帯締めと帯揚げは決まってくるんですね。この個性というのがありますので、その個性と同じ個性の帯揚げ帯締めを合わせないと全体の世界観といいますか雰囲気が違ってきてしまいます。ですから、そのようなことに注意をして帯締め帯揚げを選んでまいりましょう。今日のこの動画はパンチかわいいセンスの方が帯締めと帯揚げを選びやすくしていただけるように、そして帯締め帯揚げの選び方で困っていらっしゃる方にお役に立つような内容になっております。ぜひ最後までご覧ください。最後までご覧いただきますと、その内容をしっかりと把握していただけると思います。またぜひ早めにチャンネル登録をなさって継続してご覧ください。この後の動画で今度は米沢の紬でも同じようなことをやってみたいと思います。ここではパンチかわいいということがテーマでしたけれども、また違う個性ですとか、それから素材が紬ということになったら、またいろんなことが違ってくるかもしれませんね。またそんな内容も楽しみになさってください。さて、パンチかわいいコーデの帯締めと帯揚げですね。はい、どんなものがあるかということをご紹介いたしましょう。パンチかわいい帯締めというのは、例えばこのようなものがパンチかわいい帯締めになるんですね。パンチがある色使いということが、まあ、一番メインです。そしてあとその形もパンチかわいいですね。小さい玉がついています。これ色が違うだけで随分雰囲気が違うんですけれども、まあこう溶け込むということではなくて、お互いに主張し合うような色使いをすることで、メリハリがついてパンチがあって強さがある可愛さが出ているということですね。こちらもそうなります。こちらも青い帯締めですけれども、パンチがあってキリッとして可愛いですね。パンチ可愛いです。そして少しシックな色になりますけれども、同じ赤でもこのようになりますと少し朱色が入って少し穏やかになってまいります。そして冬になるとこんなパンチかわいいえんじっぽい色合いですね。このような色合いもパンチかわいいという雰囲気の方に使っていただけます。これが帯締めでしたね。帯揚げになりますとこんな真っ赤がやっぱり赤として使う時にやっぱりキリッとして使いやすいのかなという感じがいたします。はい、この3つのこの2つには赤は合いますね。でもこの一番端っこの薄い色にはこの赤は強すぎると思います。かな帯揚げは例えばこの紬に合わせますと、はい、いいですね。この紬の中のえんじの色が引き出されてきます。そしてこの青に合わせますと、赤という色は入っていないんですけども、キリッとして、はい、色数が増えることで、まあ、キリッとして楽しくなって一層素敵なコーディネートの予感がするというようなコーディネートになります。でそれに対してこの薄い色にはこの赤 の、 あの色は強すぎますので、他に持ってくるものがよほど良くないとちょっと強いなという感じがいたします。そしてまたこんな、これは 青緑ですね。はい、猫の柄ですけれども、こんな色もパンチかわいい色として使っていただけますね。これは相性のいい帯締めが必要ですけども、この着物にはとてもよく合います。色合いがやはり近いので溶け込んで、かつお互いに主張し合うということですね。ここになりますと合わせるものによって違ってまいります。でこちらになりますと
素敵なコーディネートの予感がするというか、はい、合わせるもので素敵にできると思います。そしてこの帯揚げはオレンジのような色ですね。やっぱりキリッとしてパンチかわいいというあの部類に入ると思います。この着物にもとてもよく合いますね。こうしますと紬の中のイエロー系の色が引き出されてきます。そしてこうしてもいいですね。えんじと黄色と両方着物からあの出てきてお互いに調和しています。でこちらもいいですね、はい、帯締めと帯次第ですごく素敵な感じになります。ということで帯揚げパンチかわいい帯揚げでした。この帯締めにしますと今は帯がないのでちょっと沈んでいますけれども使えそうな帯締めになります。でこうなりますと茶色の中にこの青が沈み込んでしまうので素敵にならない。これは色合いが合わないですね。こうしますと素敵ですね、はい、雰囲気がとても合います。そしてこの真っ赤なんですけれども、じゃあこの赤はちょっと子供っぽいかとか 若すぎるかというように考えられる方がいらっしゃるかもしれませんが、こういう色使いっていうのはやはり個性に合わせることをすれば全然年齢というのは関係ないです。50の方も60の方もこの色使いがとてもお似合いの方がいらっしゃいます。これはあの可愛いですね。可愛いです。はい、これも合います。はい、こうなりますと強すぎますけれども他のもの次第かなと。この演じにいたしますと、はい、よく合いますけれどもちょっと弱くなりましたね。でこうしますと合うけれど弱いあの埋もれてしまいます。こうしますといい感じですね。でパンチかわいいということを知っていただくためにはパンチかわいくないものを置いてみるとどれぐらい合わないかということが分かるんですけど、これは私の帯締めですが、これを置きますと埋もれてますよね。埋もれてます。例えば帯がなんか来たとしても色として埋もれてますし可愛くないですし、あなた何を言いたいのかわからないっていう感じですね。それからこちらに来ますと全くわからないわけではないけれども着物の中のキリッとした感じに対してあの中間色の帯締めのもやっとした濁りとか複雑さがお互いに生きない感じがいたします。で こうしますとやはり濁った色と綺麗な色、着物の綺麗な色に対して濁った帯締めの色合いっていうのはあんまり素敵に合わないですね。ですからお互いに生かし合えるもの同士で使うことが重要ということになります。この帯がこれも素敵、これはちょっと違うかな、これもちょっと違うかなという感じがしますけれども、これ素敵ですね。これの時はどういうコーディネートがいいでしょうか。選択肢があんまりないんですね。あの今本当にいろいろ作られていなくてこんな色があったらいいかなと思うんですけど、そんな色がないです。でこういうコーディネートの時に色というのが一番重要です。品質とか柄とか大きさとかいろいろありますけれども、色、その色が欲しいんです。でその色がなかなかないので、その色があった時にはぜひゲットしておいてください。この時はどうするかと言いますと、さっきはこの帯締めが合いましたね。合わなくはないです。合わなくはないけれども、もう少しいいコーディネートがあるかなという感じですね。この方が合うでしょうが、でも普通な感じですね。色がないとコーディネートができないんですね。この中ではこれが一番いいと思います。こうして帯揚げも同系色に持ってきますとパッキリした感じになるので、この場合はこれがよろしいと思います。そしてこの帯もありましたね。この帯はこれもいいけれども、例えばこのお着物にこの帯にする場合はこんな風にするとパッキリするんですね。でもちょっと少し着物と帯同士が難しいですね。これが素敵なコーディネートということでしたね。この時はどんな色が合いますか。この3色の中でこの赤では赤が強すぎます。よっぽど髪の黒い方ですといいかもしれませんが、ちょっと強すぎるな。こういう時は全体を見ていたしますので、今は着物と帯だけを見てやっておりますから強すぎると思いますが、髪が真っ黒な方が入るとこれでちょうどいいなということがあります。ただこれでも、秋にはいいかなという感じになりますし、それからこれですと暗いですね。これかこれ、そして同系色の帯締めと帯揚げがよろしいと思います。はい、このようにしてコーディネートは
行います。さて今日のお話はいかがでしたでしょうか。パンチかわいいコーデの帯締めと帯揚げというお話でしたね。個性というのは全てに対して影響を与えます。ですからお着物だけがパンチがかわいい、そしてあるいはお着物と帯だけがパンチかわいくて帯締め帯揚げがパンチかわいくないっていうのだとマッチしないんです。着物と帯がパンチかわいいものであれば帯締めも帯揚げもパンチかわいいものを使います。そしてあとは色合わせをしていけばいいですね。そういうふうにしてコーディネートは考えてまいります。パンチかわいい人にはパンチかわいい着物と帯を、そしてパンチかわいい帯締めと帯揚げをコーディネートしてまいります。ぜひ感想をやコメントをお寄せください。皆様のご意見を参考にして動画を作らせていただいております。またぜひ早めにチャンネル登録をなさってください。これからだんだん秋が深まってまいりまして、お着物が本当に一層楽しめる季節になってまいります。ぜひ皆様の着物ライフを楽しんでください。またインスタグラムで世界着物フォトコンを開催しております。着物の着姿や着物に関係する動画や画像をインスタグラムでアップしていただくだけで世界着物フォトコンにご応募いただいたということになります。ハッシュタグ着物フォトコンと日本語あるいはアルファベットで書いていただいてご応募いただくだけです。解説欄に募集要項のリンクを貼っておきますのでぜひご覧ください。9月末で締め切ってグランプリと準グランプリに景品を差し上げます。皆様のご応募をお待ちしております。それではまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。